こんにちは。かさライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。秋冬になるまでパンジーとかあとハボタンとか出てくるまで寄せ植えを作るのやめとこうかなと思っていたら、お向かいの美容師の方がもう使わないからって言って、ちょっと重たいんですけどね、こういうねちょっと鉢を持ってきてくれたんですよ。使ってほしいって言って、それでこれがこう見てたらなんか木でも植えてもいいかなとも思ったりもしたんですけど、なんかこれ見てたらね、やっぱもう一回だけこの鉢で寄せ植え作ろうかなと思いました。それでお花屋さんに行ったら、たまたまこれはもう寄せ植えしたいっていうことじゃなかったんだけど、同級生のコッペクラフトワークショップのコッペちゃんが一番好きだっていうこの千日紅のピンクの色があるんですね。この色がなかなかないんです、実は。でこの色がなかなかなくて、もうあとは赤とかいろんなこう他の色なんだけど、これだけが4つあったので、この色のねドライ作るのなかなかないんですよ、これ。それで私の友達にも頼んでいる畑にもこの色がなかったので、この千日紅だけ最後残っている4個だけ買ってきちゃったんで、この4個に合わせてちょっといろいろ植えようかなと思って、他のお花を揃えてみてみました。まあピンクなのでちょっと白も合わせたいなっていうことで、虎の尾のこれは宿根なのでいいかなと思って、この虎の尾の白いのがキュッと伸びてて可愛いので2つ購入してきました。で私エキナセアって以前自宅で庭のリフォームをする前にピンクの濃いのとか植えてたんで、なんかまた買うのがちょっとバカバカしくて手を出してなかったんだけど、このグリーンのエキナセアはちょっと可愛いなと思って買ってきました。まあこれはコッペちゃんシリーズで買いましたね。これはもう植えてすぐしたら切ってしまいます。あと下の方がまた成長してくると思うので、まあ葉っぱ見る感じですね。コッペのためにはこれ切んなきゃいけないんで。それとビンカ日々草ですね。日々草を毎年植えてたんですけど、今年はちょっと買ってなかったんで、ちょっとこの同じ色なんだけどピンクを2鉢購入してきました。ビンカちゃん、それからこれコリウスね。この葉綺麗でしょって、これも大きくなるんですよね。うまく育てて大きくなるので、ちょうどこの鉢にも背丈このぐらいになるんじゃないかな。なのでこれ後ろの方に植えたいと思います。あとなんかちょっとすごく惹かれたんだけど、コレオプシス、この黄色の花がとっても好きで、これねスイートマーマレードっていうコレオプシスですね。これも宿根なので毎年咲いてくれると思うので、これをちょっと購入してみました。寒さには強いですね。寒さ暑さに強い花です。ちょっとこう枯れた花なんかは切って使っていきたいと思います。この鉢が大きいのでちょっとサイズ測ってみますね。この内径が33センチで、高さが23センチあるんですね。大きめの鉢なので、これだけ植えても大きくなるからねいいけど、ちょっと寄せ植えって私本当に数ヶ月綺麗でいてくれればよくて、こういう宿根なんかは来年に使うので、またこう掘り上げたりしようと思っているので、どうしようかなと思ったんですけど、もうこれ以上苗は買ってこなくて、家で自分で育てている種から育てたマリーゴールドこんなのをちょっとオレンジのもあるんですけどね、もし植えた感じで寂しかったらそんなのも足していきたいと思います。では岩から寄せ植えを開始します。この鉢底、大きな穴が開いてるんですけど、いつものように私はこのネットを使いますね。もうこのまま大きく引いてしまいます。そして大粒の赤玉土を入れます。夏に植えるので結構しっかり入れました。それで肥料の入っている軽い培養土、カインズホームのですね、バーミキュライト、パーライト、バーク堆肥、赤玉土、鹿沼土、ココビートっていうのが入っている土です。こんな感じで入ったら、いつものようにオルトランの DX、 これを入れていきます。やっぱりこれからの時期は病害虫も多いし、しっかり予防しておきたいと思います。臭いけど混ぜておきます。はい、ではこのコリウス大きくなるので、コリウスからいこうかな。まあね、取れないか。エキナセアから植えます。ではちょっと根っこを見ながらやっていこうと思います。ちょっと出してみます。まあまあですね、根の張りも。これ2つ株があるんだけど、ちょっと急に今崩したりして枯れても嫌なので、このままそっと植えていきます。そして、虎のお産を植えます。少し下の方を軽くほぐします。こんな感じ。表面のちょっと枯れた葉っぱとかあるので、黄色い葉っぱもちょっと取っちゃいます。黄色い葉っぱ、ちょっとこういうの取っちゃいますね。コリウスが結構大きくなると思うので、ちょっとこれをコリウスをほぐして、これなんか2本になってる感じなんだけど、分けれない。やめましょう。コリウス大きくなると思うので、ちょっとこのはい、次このコレオプシス、コレオプシスさん、根がこんな感じ。まあまあ草が生えてるので草を取ります。表面の苔もちょっと取って、下の方をほぐしますね。ちょっと丁寧に少しだけほぐして、なんか切ってあるからね、一回切り込み入れました。こんな感じ。そしてビンタ、百日草、種ができているので、こういう種は取ってしまいましょう。細長いやつね。大丈夫かな。下の方の葉っぱ取ります。蒸れに弱いので、そして千日紅もね、結構大きくなるので、これは古くなった花をバシバシ切った方がいい。汚い葉っぱとちょっと汚いお花を切りました。千日紅、背丈が出るので、もう一個の瓶か、この種ね、種は取った方がいいですよ。種が2つもついてました。もう種がいっぱいついている。種がいっぱいついてたので取りました。種は取った方がいいね。草を取って、虎のちゃん、草がで、この何しろここびっちゃびちゃ、根を少しほぐします。相当これ張ってますね。これ強いんだよね。ドラモって強いから、この黄色い葉っぱみんな取ります。ちょっとほぐして、もう土がすごい良くない土に割ってる。うん、かわいい感じになってきた。もうこれぐらいにしときましょうかね。夏で大きくなるので、ちょっとここに入りそうな感じなんだな。ここが寂しいからちょっと入れようか。だいたい定位置も決まって綺麗に植えられました。泥跳ねがしたりしないように周りに水苔を引いときます。すごい病気の予防にもなるし、水苔の乾き具合もね、なんか水やりのタイミングにとてもいいですよ。んな感じでできました。はい、こんな感じで仕上がりました。千日紅も背丈が伸びてくると思うんで、今後どんな感じになっていくかちょっとわからないけど、このコリウスも後ろにあるけどね、すごく大きくなると思うので、今後のこの変化が楽しみな寄せ植えになりました。外に出してたっぷりお水をあげます。そしてちょっと雨の当たらないところで養生させます。